じゃあ、ようやく来たか。クルツ先輩？ちょっと待って、入り口のところにいたはずなのに、どうして先回りしてるわけ？実は他に抜け道があってね、君たちが仕掛けを解除している間にまっすぐここに来させてもらったよ。ごっくん、せっかく苦労して仕掛けを解いてきたのに。それはともかく、やっぱりここが地下水路の採用なんですよね。ああ、その通りだが。それじゃあ回収する機密文書っていうのは。やっぱり自分の役は機密文書を強奪しに来た某国の武装工作員だと思ってくれ。当然同じ目的を持った者たちは実力を持って排除させてもらうよ。なんですって？機密文書は単なる口実。本当の演習課題は探索中の予想外の光線ってわけですね。そういうことだ。それでは口実、貫けぬこと鋼のごとし。貫けぬこと鋼のごとし。やっ！宝術、貫けぬこと鋼のごとし。宝術、穏やかなること、しあらみのことし。やっ！えい！宝術、穏やかなること、しあらみのことし。やれやれ、手加減したつもりはなかったが、どうやら自分の負けのようだな。私たち勝ったの？さすがは宝術使い、二人がかりでやっと勝てたね。さて、工作員が無力化したことで君たちは機密文書を回収した。今回の演習はこれにて終了だ。それじゃあ今日の訓練はこれで終わりとか？まさか。宿舎に戻って昼食をとったら、南にあるサントクロワの森に向かう。演習の反省点を見直す意味でもみっちり訓練を受けてもらおうか。
クルツ先輩って本当容赦ないですよね。さてと、本日の訓練は終了だ。二人ともご苦労だったね。疲れた。確かに今までで一番ハードだったね。やれやれ、まだまだ体力が足りないな。今夜は早めに休んで明日に備えておくといい。はーい、お疲れ様でした。ここでの訓練もそろそろ仕上げみたいだけど。嬉しいような残念なような。それにしてもクルツさんってかなり強くない？私たち二人を相手にしてもまだまだ余裕がありそうだったし。それはそうだよ。砲術使いのクルツといえばリベールの遊撃使者ナンバー2だし、一番はもちろんエステルちゃんのお父さんだけどね。ちなみに声優劇士のランクは G から A までの7段階あるの。私なんて半年かけてやっと F に昇格できたけど、クルツ先輩なんて B でもうすぐ A に昇格するらしいよ。へー、 A 級って言ったらジンさんと同じってことよね。でもその凄腕のクルツさんの記憶を奪った犯人って、私止められるのかな？エステルちゃん、どうしたの？真剣な顔して。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃって。ひょっとしてヨシア君のことを考えてた？そんなところかな。そっか、私シェラ先輩から少し事情を聞いただけだけど。心配だよね、今どこで何をしてるかとか。でも大丈夫、あんまり心配しないで。所詮ヨシアなんて一人で勝手に思い詰めて出てった家出息子に過ぎないんだから、絶対に見つけ出して首に縄をかけてでも連れ戻す。そうだね、その息だよ。エステルちゃんがその気だったらヨシア君は絶対に見つかる。お姉さんが保証してあげるよ。ありがとう。あ、でもアネラスさんってあんまりお姉さんって感じがしないような。あー、ひどい。エステルちゃん、私のこと子供っぽいとか思ったりしてるんでしょう？いや、そこまでは。これでも君より2歳は年上なんだけどな。ま、いいや、年上扱いされるより友達として付き合える方が嬉しいし。今後ともよろしくね。こちらこそよろしく。さーてと、そろそろ休んで明日に備えるとしますか。ずいぶん疲れちゃったけど、明日の朝練出られそうかな？あ、それは大丈夫。私いくら疲れてても次の朝にはあんまり残らないから。アネラスさんさえ良ければいくらでも付き合わせてもらうわ。やった、そうこなくっちゃ。それじゃ、おやすみなさい。さてと、私も部屋に戻って休もうかな。あ、そういえば演習でセピスを手に入れた。新しいクォーツも揃えたいし、寝る前に工房に寄ってみようかな。おや、エステル、それはセット、それなり工房。
ためにもさっさと寝なくちゃね。ん？何？この音。何この音、ひょっとして銃声？エステルちゃん、エステルちゃん、起きてる？アネラスさん、よかった、起きてたんだね。さ、早く支度をして。うん、この銃声ってまさか。正体がわからないけど、何者かが襲撃してきたみたい。クルツ先輩が応戦してるから、エステルちゃんも急いで。これでしばらくは。大丈夫ですか？大変、腕に怪我をしていますよ。大丈夫、ただのかすり傷ですから。それよりも敵の侵入を防がないと。クルツさん、先輩、怪我をしたんですか？エステルちゃん、アネラスちゃん、すまない、油断してしまった。見ての通り、武装した集団がこの建物を襲撃しているようだ。二人とも迎撃に協力してくれ。了解。そんな、先輩に敵図を負わせるなんて。誰が襲ってきたんですか？先ほど少しやり合ったが。あの格好はおそらく両兵団の一派だろう。傭兵団って、あの百戦錬磨の傭兵たち？でもどうしてそんな人たちが？リベール国外では遊撃士協会と傭兵団は事あるごとに対立している。ここが彼らの標的になってもそれほど不自然ではない。ひょっとしたら例の結社が手を回したのか。思ったよりもやるようだ。だが。
爪が甘いようだな。発煙筒お眠り、子猫ちゃんたち。もう朝か。え？ここどこ？確か敵が襲ってきて。アヌラスさん、起きて、アヌラスさん。ウサギさんとクマさんのぬいぐるみ、どっちにしようかにゃ。何の夢を見てるんだか。アネラスさん、大変なの、起きてってば。あれ、エステルちゃん。あ、そっか、もう朝練の時間なんだ。ごく、朝練どころじゃないってば。お願いだから目を覚まして。え？何がどうなっちゃってるの？もしかして昨日の襲撃ってただの夢？私もそう思いたいけど、二人とも覚えてるってことはやっぱり夢じゃないと思うわ。なるほどね。いや、これはお姉さん一本取られちゃったな。アネラスさん、まだ寝ぼけてるでしょう。まずは状況を整理してみようか。昨夜、両兵団らしき集団が宿舎を襲撃してきて、クルツ先輩が手傷を負って、私たちが駆けつけた直後に窓から敵が侵入して、その直後私たち二人はすぐに眠らされてしまった。うん、私の記憶と同じみたい。問題はどうしてこんなところで目を覚ましたかなんだけど。確かにおかしいよね。持ち物の類はなくなってないみたいだけど、昨日の夜に身につけていた武具は全部取られちゃったみたい。あ、私もだ。っていうことは、私たちをこの場所に運んできたのって。うん、そう考えるのが自然だけど。ただ、私たちを拘束しないで放置した理由がわからないんだよね。気絶した私たちをここに運んで武装解除した、何らかのアクシデントが起きて慌てて別の場所に移動したとか。なるほど、それはいい線いってるかも。そうなるとこの場所に長居をしていたら危険みたいだね。エステルちゃん、地図は持ってる？あ、うん、荷物は取られてないから。あったあった。うん、やっぱりそうだ。ここは昨日訓練で使ったサントクロワの森だと思う。ということは、当面の目的は森を脱出して宿舎の様子を確かめるくらい？うん、先輩の安否とか他にもいろいろと気になるけど、まずは現状は打破しなくちゃ。それじゃあ出発しようか。丸腰に近い状態だから慎重に行動した方がいいね。うん、なんとか取られた装備を取り戻せるといいんだけど。これってやっぱり両兵団のテントなのかしら。可能性は高そうだね。とりあえず調べてみようか。それ以外は見事に空、私たちの装備があったらよかったんだけど。そこまで甘くはないみたいだね。でもテントの状態はいいし、休憩するのには使えそうかも。のんびりはできないけど、疲れたらここに戻ってこようか。うん、
との戦いは避けたいけど、探索してみる価値はありそうね。
みんな行くわよ。Yeah! Hey!
まだまだいけるわ。この看板って…うん、案内板みたいだね。昨日確かに通ったし、きっとこの先が出口だよ。やった、これで森から抜けられるわね。Thank you.
みたい。はあ、ようやく一息つけるね。あらあら、ちょっと目を離した隙に逃げ出すなんて悪い子たちね。私の狩り場にようこそ。お、女の人。エステルちゃん気をつけて、この人かなり強いよ。あら、それを見抜く力はあるのね。それにあのガスを食らってもう目が覚めたのは驚きだわ。さすがは遊撃士、体力だけは無駄にあるみたいね。あんたたち一体何が目的なの？どうして訓練場を襲ったのよ？答える義理はないわね。あなたたちに選べるのは2つ。おとなしく降伏するか、このまま私回収した装備でなんとか戦える。アネアスさん、うん、存分に狩らせてもらうわよ。みんな行くわよ。これで決める。甘く見ていたか。遊撃士を舐めないでよね。小娘二人と侮ったのが運の尽きだったみたいだね。威勢のいい子猫ちゃんたちだこと。またエステルちゃん、息を止めて。すでに砲術使いは捕まえた。子猫ちゃんたちの味方はいない。諦めて投降することね。
逃げられたか。アネラスさん、深追いしない方がいいよね。そうだね。待ち伏せされる危険もあるし。ねえエステルちゃん、今の人が言ってた砲術使いは捕まえたって。あ、うん、クルツさんのことだと思う。そっか。大丈夫だってば。仮に捕まったとしてもクルツさんなら無事だって。それにこういう時こそ今までの訓練が活かせると思う。あ、非常時の行動、安全の確保、そしてカウンターテロ技術。うん、確かにそうかも。教えてもらったことを生かしてクルツ先輩を助けなくちゃ。うんうん、その息。ねえアネラスさん、とりあえず敵に占領されたままかどうか確かめた方がいいと思うし。うん、そうだね。それじゃあ出発し。ここから見た限りだと人の気配はないみたいだけど。うん、入っても大丈夫そうだね。でもトラップが仕掛けられてる可能性もあるから慎重に行こう。出血量なら致命傷じゃないと思うけど。さすがプロの傭兵、これを見逃すわけなかったか。なるほど、応援を呼ばせないつもりね。これはかなり痛いかも。ここに。うん、私たちが持っているものと同じだね。それを持っていったってことは。これって昨日の夜良平が侵入した時のだよね。うん、あの身のこなし相当訓練を積んでると思う。これって敵が取っていったのかな。その可能性が高いと思うけど、管理人さんもいないし、一体どうしちゃったのかな。とりあえず宿舎の中を一通り調べてみたけど、2階は全く異常なし、荒らされたのは1階だけみたい。何か理由があると思うけど。でも敵が何をしているか大体つかめそうな気がしてきたね。え、敵の行動は謎も多いけど一貫してるところもあると思うんだ。この宿舎、そして森のテント、
2つの場所で発見した手がかりを合わせてみると、あ、うん、私もそう思う。多分あの森のテントはこの宿舎を襲撃するための仮の拠点だったんじゃないかな。だとしたら、あそこに人気がなかったのは他に拠点を移したからだと思うの。あ、なるほど。でもこの宿舎を拠点にしたわけじゃないのよね。昨日の襲撃からもわかるように、ここの守りはあまり固くないしね。万が一ギルドの応援が来た時に人質と一緒に立てこもれる場所、そんな場所に拠点を移したんじゃないかと思うの。うんうん、そう考えると辻褄は合うかも。だとすれば連中が移動した場所って、あんたたち。あ、ロベルトさん、無事だったんだ。昨夜クルツさんが隙を見て逃がしてくれてね。今までなんとか隠れていたんだ。そうなんだ。よかった、無事でいてくれて。すまない、僕一人が逃げることになって。まったく男のくせに情けなさすぎるぜ。落ち込まないでよ、相手はプロの傭兵なんだし。うんうん、その通りです。人質にならなかっただけでもラッキーだったと思わなくちゃ。そうか、そう言ってもらえると助かる。それで結局クルツさんと管理人さんはどこに行ったんだ？それが。なるほど、守りやすそうな拠点か。そうなるとグリムゼル小要塞じゃないかな。要塞？そんなものがこの近くに？要塞といっても本物ってわけじゃない。最近建てられたばかりの軍事施設を模した訓練施設でね、対テロ訓練などに使われるんだ。そんな場所があるんだ。アネラスさん。うん、分かってる。おい、まさか君たち二人であの集団に挑むつもりかい？ギルドに連絡して応援を呼んだ方がいいんじゃ。あ、通信機壊されたわよ。ロベルトさんは通信機の修理をお願いします。治り次第ギルドに事情を伝えて応援を呼んでくれますか？オーブメントの整備が必要なら工房の方に来てくれ。それじゃブーンを祈るよ。さてと、そのグリムゼル小要塞に。おお、勝ってんだ。
グリムゼル小要塞。すごいね。かなり本格的な訓練施設だよ。とりあえず外からだと人の気配は感じられないけど。間違いない。つい最近複数の人間が通ったような跡があるわね。早速追跡訓練の成果が出てきたみたいだね。この様子だと敵の数もそれほど多くはないと思うよ。 3,4 人ってとこじゃないかな。敵は凄腕みたいだけど、私たちだって声優劇師だし、対抗できない相手じゃないよね。うん、全力を尽くそう。セキュリティを想定した仕掛けなんじゃないかな。潜入脱出ミッションの訓練用の。きな臭い訓練メニューね。レイストン要塞の時を思い出すわ。それはともかく、仕掛けが動いているってことはやっぱり両兵団の仕業なのかしら。うん、間違いないと思うよ。でも敵だってこの施設のことを知り尽くしているはずはないんだし、慎重に、そして確実に進んでいこう。あ、ん？どうしたの、エステルちゃん。慎重に、そして確実にって、シェラネーも同じこと言ってたかも。バレちゃった？うん、シェラ先輩の受け売りなんだ。私、準遊撃士の時に先輩のお世話になったんだけど、すごくおっちょこちょいだったから口癖のように言われてたんだよね。なんだかすごく親近感を感じるわね。私はシェラネーだけじゃなくてヨシュアにも言われてたけど、でも今は私たちしかいないのよね。うん、そうだね。行こう、アネラスさん。慎重に、そして確実にね。了解だよ。
Thank you.
気を引き締めていこう。よく来やがったな。あっ、やっと出た。よく来たな。俺たちの新たな拠点によ。仕掛けは楽しんでもらえたかい？ええ、おかげさまでね。それよりもクルツさんたちはその扉の向こうにいるみたいね。痛い目に遭う前に解放した方がいいと思うよ。小娘二人が随分とさえずるじゃねえか。父とも知らずにのこのこ飛び込んでくるとはな。それを言うならあんたたちだって同じで、何が目的か知らないけど袋のネズミと同じじゃないの。何？ギルドの応援もすぐに来るよ。そうなったらあなたたちの勝ち目はないと思うんだけどな。はっ、宿舎の通信機は完全に破壊した。それでどうやって連絡を取る？何かうまいハッタリは。連絡なんてそもそもする必要がないのよ。定時連絡がない時点でこちらに異常が起きたのはギルドにも分かってるはずだし。何？確かに今朝の時点で異常に気づいているはずだから。うん、そろそろ応援が到着するかも。チッ、爪が甘かったみたいだな。まあいい、とっとと片付けさせてもらうぜ。望むところよ。いざ尋常に勝負だよ。みんな行くわよ。これで
やあ、ごめん、みんな。
騙されてくれたようだね。面白いように引っかかったな。あ、アラティ。だから違うって。もう口調は変えてないから、あんたたちにもわかるだろう。その姉さん口調。もしかしてカルナ先輩。ビンゴだ。アネラス、エステル、ずいぶん久しぶりじゃないか。久しぶりって一体どうなっちゃってるの。それじゃこっちはクラッツ先輩ですね。おうよ。よう、お二人さん、お疲れ様だったな。お疲れ様って、もしかしてこれって。そういうことだ。エステル君、アネラス君、最終訓練ご苦労だったな。最終訓練、つまり昨日の襲撃から全部お芝居だったんですか。この訓練場における慣例のようなものでね。最終訓練は訓練生を騙して危機的状況を体験させる思考なんだ。あんですって。んで俺たちはその手伝いのためわざわざリベールから来たってわけだ。なかなか楽しませてもらったよ。先輩たちっては意地悪すぎですよ。そうよ、私たち本気でピンチだと思ったんだからね。まあ、ちなみに言っておくが、本物の良平はこんな甘くはないぞ。リベールでは良平団の運用は禁止されているから、あまり想像できないだろうけど、他の国じゃ遊撃士協会と両兵団の対立は日常茶飯事なのさ。自然と遊撃士たちも危機的状況に備えているものが多い。
だからリベールの遊撃士にも一度は危機的状況を体験してほしい。そんな親心の表れだと思ってくれや。はあ、ずるいな。そんな風に言われたら文句言いたくても言えないわよ。うんうん、ずるいよね。あらあら、もう終わっちゃったのかしら。あ、管理人さん。まあ、管理人さんもグルだったんですね。うん、グルなんて言わないで。お芝居って言うから、私も一生懸命セリフを覚えたのよ。迫真の演技だったでしょう。ええ、完全に騙されましたとも。二人ともお疲れさん。ああ、嘘つきな人だ。結局のところ全員がグルだったわけね。あ、それじゃあ宿舎の通信機って。うん、あれはジャンクパーツさ。本物の通信機は別の場所に保管してあるから心配いらないよ。本当は僕も最後まで人質として出てこない予定だったけど、君たちが新型オーブメントをどう使いこなすかを知りたかったから、あのタイミングで現れたってわけさ。まったくもう、みんな用意周到すぎですよ。でも結局のところ騙された私たちの負けかな。うん、悔しいけどそうかも。不自然なところはかなりあったし、まだまだ修行が足りないな。そう落ち込むことはない。グラッツも言っていたが、今回は君たちの実力を試すよりも危機的状況を体験してほしかった。そういう意味で演習は大成功だ。では改めて、 はい、エステル・ブライト。はい。これをもって本訓練場における総合強化訓練の全過程を終了する。この3週間本当にご苦労だったね。それじゃあもう明日には。すでにリベール行きの定期船のチケットは取ってある。もう今夜は何も起こらないから、2人ともゆっくり休んでくれ。打ち上げと送別会を兼ねて今夜はごちそうにしなくちゃね。教会の襲撃はお前が担当したと聞いている。カシウス・ブライトの相手は
さぞかし楽しかっただろう。なんだ、知ってたのか。いや、あのおじさん、ほんととんでもない人だよね。僕の存在は知らないはずなのに、次々と的確な対策を取られてさ。おかげで手持ちの両兵団を一つ潰されちゃったよ。デスター両兵団か。一度稽古はつけてやったが、どうにも凡庸な連中だったな。牽制の相手は少々荷が重かっただろう。でもまあ、君の工作完了まで足止めできたから上出来かな。あれ、もしかして君ってば彼との対決が楽しみだったとか。少しな。だが、野に放たれていた虎も軍務という名の鎖につながれた。もはや正攻法で我らを止めることはかなうまい。教授の計画が見事図に当たったみたいだね。それじゃあ他のメンバーはもうリベールに来てるのかい？ああ、昨日集結したばかりだ。もっともブルブランのやつは前から下見をしていたようだが、怪盗紳士、野生狼、幻惑の鈴、殲滅天使、揃いも揃って癖のある連中ばかりが集まったものだ。そういう君だって相当癖が強いと思うけどね。そういえば彼、行方をくらましたんだって。楽しみだな。僕たちレギオンの中でも隠密行動ではピカイチだったしね。検定と白面相手にどこまで頑張ってくれることやら。所詮何年も前に結社から足を洗った人間だ。大した脅威になるはずがない。いやいや、そんなことはないと思うよ。いやあ、カンパネルラ、わざわざご苦労だったね。見事カシウス・ブライトを足止めしてくれて助かったよ。楽しい仕事だったよ。しかし教授の計画書を拝見させてもらったけど、いやはや随分と楽しいことを考えてるじゃない。道化したる君にそう言ってもらえるとは光栄だ。しかし実際の計画ではもっと楽しんでもらえると思うよ。何しろ今回協力してくれる諸君は皆個人的な目的を持っている。私も、そしてこちらの彼もね。否定はしないさ。あなたに思わせぶりにほのめかされる筋合いはないがな。やれやれ、つれないことを。いろいろと事情がありそうだ。まあいいや。教授の悪趣味はもはや芸術的とすら言えるからね。存分に楽しませてもらうよ。悪趣味とは聞こえが悪い。まあいい、心ゆくまで今回の計画を見届けるといい。我らが名手の代理としてね。おいてよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これより使徒ワイスマンによる復員計画の見届けを始める。
どうして来たんだ。個人的な用事だから付き合う必要はないと言ったはずだよ。かわいくないやつ。人がせっかく心配して探しに来てやったのにさ。それにこの有様は興味を持つなって方が無理さ。見たところ廃墟になったのはここ10年くらいの間みたいだな。俺たちは3年前まで北部の領地に住んでたんだが、南部で村が廃村になったなんて今まで聞いたことがなかったぞ。なんていう名前の村だったんだ。ハーメル、かつてそう呼ばれていた村さ。ハーメル、聞いたことのない名前かも。キールニー知ってる？いや、俺も聞いたことがないな。兄貴はどうだい？待てよ、かなり前に帝国政府から何かの通達があったよ。思い出せねえ。なんだよそれ。僕の用事は終わりだ。あなたたちには関係ないのに付き合わせてすまなかったね。別にそれはいいんだけどさ、あんた最初に会った時と態度が違いすぎるんじゃない？僕たちを舐めてるわけ？君にそんなことを言われる筋合いはないな。最初に出会った時ずいぶん道に行った演技をしてくれたじゃないか。僕の態度もそれと同じさ。それじゃあそれがあんたの本性ってわけかよ。そう思ってくれて構わない。少なくとも今の僕は遊撃士とはかけ離れた存在だ。なんだか知らんが、いろいろと事情があるみたいだな。ま、本性を出してくれた方がこちらとしても信頼はできる。上辺を取り繕われるよりはな。それにおめえにゃ王国軍に追われていたところを助けてもらったか。そのクソ生意気な態度も少しは多めに見といてやら。多めに見る必要はない。あなたたちを助けたのはあくまで利用できる駒が欲しかっただけだからね。貸しに見合う働きを期待させてもらうだけさ。口の減らねえガキだな。だがまあ、おめえの提案は俺たちにとっても渡りに船だ。せいぜい俺たちの方もおめえを利用させてもらうぜ。
それでいい。僕と行動を共にするのはかなりの危険がつきまとう。その危険に見合うだけの協力はさせてもらうつもりだ。本当可愛くないやつ。なんでこんなやつのことをあの時一瞬でも。なんでもない。不思議そうな目で僕を見るな。どうどうジョゼット。まあいずれにしてもお互い目的を達成するまではよろしく頼むぜ。よしは。わかった、よろしく頼む。そろそろ出発するかよ。ああ戻ろう。リベールへ。見えざる影に覆われた地へ。それにしてもほんまごついとこですね。いい加減足が疲れましたわ。安心するといい。ここが封印区画の最下層だ。おお、ほんまですか。あと半分とか言われたらどないしようかと思いましたよ。ご謙遜を。神父殿が聖職者にしてはかなり鍛えてあるのはお見通しだ。そうでないと君の役目はなかなか務まらないだろうからね。あいた、かなわんな。まあええですわ。リベール王家とうちのところは昔から縁が深いみたいですし。せやタイさん、例の市長さんのあれですけど。ああ封じの法上だね。名役に従い指定された方法で厳重に保管させてもらっている。いつでも手渡せると思うよ。おおきに、助かりますわ。そんじゃ例の物見せてもらえますか。ああこちらだ。教会もさぞかしこれらの扱いには困るだろう。超ド級と言ってもいいアーティファクトだろうからね。ちょいと調べさせてもろてもええですか。もちろんだ。陛下の許可も下りている。どうか我々に知恵を貸していただきたい。こいつが報告書にあった和の守護者っちゅうやつ。カルバードで出土した巨像に雰囲気は似とるが。ああ動いてるところをこの目で確認したかったわ。それとああ古代ゼムリア文明末期1200年前の代物やな。装置としての機能は不明ながら遺跡全体の中枢であるらしい。アーティファクトの解析は現代の技術では不可能らしいな。同じ動力によって稼働しながらもオーブメントとは異なる機械体系。そうラッセル博士がおっしゃっていたよ。早すぎた女神の贈り物、そう教会では定義しとりますわ。それであっちが ゴスペルっちゅう漆黒のオーブメントが使われた直後、ここにあった巨大な柱が床の中に格納されたそうですな。ああ
ここを含めた四隅にある柱が格納されたそうだ。しかし2ヶ月近く経つのにその意味は未だつかめていない。封じられていた輝くは、そして使われた漆黒の封印、装置が喋った第二結界とデバイスタワーの起動。なるほどな。微妙にからくりが見えてきたわ。からくりが見えた？それは一体どういう？いや、なんちゅうか直感みたいなもんですけど、おそらくこの場所は門やないかと思います。門？ええ、そうです。女神の至宝に至るための道を塞いでいた門。そしてそれをこじ開けたのが福音と呼ばれた漆黒の鍵。そう考えればここに肝心の輝く輪がないのもうなずけますわ。だが道といっても、ここはすでに遺跡の最下層だ。博士の調査でも他のエリアが存在しないことは判明しているが、多分目に見える形での道とはちゃいますやろ。地下に流れる七葉脈、あるいはもっと別の経路、おそらくそれを越えたどこかに輪の。終了と帰還の報告をギルドにしに行こっか。エステルちゃん？うん、そうよね。エルナンさんに挨拶しなきゃ。もしかしてエステルちゃん緊張してる？うん、なんでかな。訓練に行く前はそんなこと感じなかったのに、これから本格的に声優劇師として動くと思うとなんだか落ち着かなくって。そっか、多分それは武者震いなんじゃないかな。武者震い？エステルちゃんはこの一月の訓練で強くなった。それは力だけじゃなくて知識とか慎重さとか判断力とか、そういうものも含めてだと思う。謎の組織の陰謀を暴いてヨシア君を連れ戻す。そのことの大変さが前より見えてるんじゃないかな。あ、うん、言われてみればそうかも。はあ、間抜けだわ。登ろうとする山の高さが見えてなかった登山者みたい。登る気なくしちゃった？ううん、やる気だけは前以上かも。どんな山だって結局は一歩一歩登るしかないんだし、たとえ張ってでも頂上を目指してやるんだから。それじゃあギルドに報告に行こうか。うん、了。そうですか、二人ともご苦労様でした。では訓練の評価と合わせて報酬をお渡ししましょう。え、訓練なのに報酬なんてもらっていいの？ええ、これも仕事の一環ですからね。もちろんその分の活躍は期待させてもらいますよ。頑張ります。どうやら充実した訓練期間だったようですね。ぜひとも利用したいですね。それは何よりです。そういえばクルツさんたちは訓練場に残ったそうですね。うん、カルナさんたちと上級者向けの訓練をするらしいわ。
しばらく帰ってこられないみたい。でも声優劇士が3人も国外に行ったきりだもんね。これから猛烈に忙しくなりそう。カシウスさんももう本格的に王国軍で働いてるんだったよね。あ、うん、確かレイストン要塞勤務になるって聞いたけど。カシウスさんは准将待遇で軍作戦本部長に就任されました。実質上現在の王国軍のトップとも言えるでしょう。軍のトップ？それって今だとモルガン将軍じゃないの？当初はその予定だったそうですが、将軍ご自身の意向で、将軍としては若いカシウスさんに王国軍の未来を託したいんでしょうね。あんまり実感湧かないわね。カシウスさんならそれもありって気がしますけど。ただこれでますますギルドの戦力は低下しますね。まあ以前よりもさらに軍の協力は得られそうですが、ただ今の我々には新たに警戒すべきことがあります。え、それってやっぱり結社のことよね。もしかして何か動きがあったの？いいえ、今のところは。ただここ1ヶ月の間、奇妙なことが起こっていましてね。例えば各地に生息する魔獣の変化です。魔獣の変化、具体的にはどういうことですか？まず今まで見たことのないタイプの魔獣が各地で現れました。さらに既存の魔獣も今までよりはるかに手強くなっているそうです。今のところ原因は判明していません。そんなことがあったなんて。結社っていうのが何かしたってことなんですか？いや、結論を出すのは現時点は早計でしょうね。ただ女王生誕祭を境にして何かが起こり始めている。それは確実に言えると思います。そんな、実はその件について対応策を立てることになりまして、エステルさんとアネラスさんにもぜひ協力をお願いしたいんです。到着してたのね。あ、シェラ先輩。シェラね。それにアガットも。おかえり、エステル、アネラス。思ったよりも早く帰ってきやがったな。シェラね、ただいま。久しぶりだね。なあ、生誕祭の時以来だな。ヨシアのことはおっさんから聞かせてもらった。へこんでたみてえだが、どうやら気合取り戻せたみてえじゃねえか。一緒にいるの？確かに珍しいツーショットですよね。あら、そうかしらね。ま、確かに一緒に仕事をすることは少ないかもしれんな。実はシェラザードさんとアガットさんには特別な任務についてもらうことになりましてね。そのために
来てもらったんですよ。特別な任務？ええ、見喰らう蛇の調査です。結社の調査？それってどういう調査といっても、具体的に何かをするってわけじゃないわ。何せ実在そのものがはっきりしていない組織だしね。各地を回って仕事をしながら結社の動向に目を光らせる。地味で面倒な任務ってわけだ。なるほど。でも現時点ではそれくらいしか手はないのかも。それじゃあ私たちに協力してほしいことって？ええ、二人のお手伝いです。王国各地で情報収集するために、アガットさんとシェラザードさんには別々に行動してもらうのですが、得体の知れない結社相手に単独行動は危険かもしれませんから。じゃあ私たちのどちらかがシェラ先輩のお手伝いをして、もう一方がアガット先輩のお手伝いをするってわけですね。そういうことになります。どうでしょう、協力していただけませんか？私はもちろん。もともと結社の動きについては調べるつもりだったから。私も協力させてください。そんな怪しげな連中の暗躍を許しておくわけにはいきませんよ。ありがとう、助かります。さて、そうなるとチームの組み合わせが問題ね。私たちとしてはどちらがパートナーでもいいわ。互いに面識はあるわけだしな。自分たちの適性を考えて二人で相談して決めてみろや。なかなか難しいこと言うわね。アネラスさん、どうしよう。そうだね、無責任かもしれないけど、ここはエステルちゃんが決めちゃうのが一番いいと思う。やっぱりエステルちゃんは声優劇士になったばかりだもの。遊劇士としての自分のスタイルがまだまだ見えてないと思うんだ。だからこれを機会に自分がどういう風になりたいのか考え。アネラスさん。アネラス、いつの間にか一丁前な口を聞くようになったじゃない。任せてくださいよ。ま、言うことはもっともだ。例えば俺とシェラザードは遊撃士のランクは同じくらいだが、戦闘スタイルの癖はかなり違う。俺はアーツは補助程度で銃剣を使った攻撃がメインだが、私は機動力と無知の射程、そしてアーツも活用するタイプね。確かにそのあたりはどちらを選ぶかの基準にはなるわ。ただ遊撃士の仕事っていうのは何も戦闘だけじゃないからね。自分なりに考えて選ぶのが一番よ。そうか、分かった。声遊撃士になったからにはこれまで以上に厳しくいくからな。覚悟しとけよ。はいはい、分かってますって。ほんと予想通りの憎まれ口を叩くんだから。はいはい、喧嘩しないの。それじゃあ私はアネラスとコンビか。訓練の成果見せてもらうわよ。はい。久しぶりに先輩とコンビを組めて嬉しいな。さてと、これでようやくこの問題はケリがついたが、具体的にどういう風に各地を回るかってのが問題だな。エルナンさん、そのあたりはどうか。そうですね、当面は忙しい地方支部の手伝いに行くのがいいでしょう。実はロレント支部とルーアン支部から応援要請が来ているんですが。あっちゃー、さすがにロレントを留守にしすぎたか。ここはアイナを助けるためにも私が行った方がいいのかな。そうですね、私も賛成です。アイナさんに会うのは久しぶりだな。だったら俺たちはルーアン支部に行くとしよう。エステル、それでいいね？うん、もちろん。
ルーアン地方か。みんなどうしてるのかな。各支部への連絡は私の方からやっておきます。それでは皆さん気を。それじゃ私たちは一足先に出発するわね。エステル、せっかくあんたが帰ってきたのにゆっくりできなくて残念だわ。うん、でもアイナさんも困っているみたいだし仕方ないわよ。ロレントのみんなによろしくね。うん、わかった。エステル、もう大丈夫だとは思うけど、くれぐれも焦るんじゃないわよ。知らねえ。私のタロットはあんたとヨシュアの関係が断たれていないことを示していた。だから大丈夫、あんたとヨシュアの絆を信じなさい。そうすれば必ず道は開けるから。うん、ありがとう。シェラネ、すごく勇気づけられちゃった。私、ほらほら、そんな顔しないの。声優劇士になったんでしょ。堂々と胸を張っておきなさい。うん、わかった。エステルちゃん、しばらくのお別れだね。アネラスさん、訓練に付き合ってくれて本当にありがとう。本当はシェラネーに頼まれて一緒に来てくれたんでしょ。え？バレてたみたいだね。うん、ヨシア君のことをよく知らない人がそばにいた方が気持ちが整理できるからって、そうシェラ先輩に頼まれてたの。そんなことだろうと思った。ちょっと何全部バラしてるのよ。まあまあいいじゃないですか。でもそれだけじゃなくて、自分を鍛えたかったのも確かなんだ。エステルちゃんと一緒に訓練してすごく得るものが多かったのも本当だから、私からもありがとう、アネラスさん。それからこんなこと言い出すと変に思われるかもしれないけど、もう私たちは友達だと思うけど、私としてはエステルちゃんとそれ以上の関係になりたいと思ってる。ちょっといきなり何を言い出すのよ。先輩、止めないでください。私これでも本気なんですから。本気って。ったく、何やってんの。そりゃ私はエステルちゃんより2歳も年上だけど、でも遊撃士の中では同じような年頃だと思うんだ。それにこういうことって年の差は関係ないと思うし、だからどうか。嬉しいんだけど、そのちょっとびっくりしたというか。それにヨシアもいるし、各方面でいろいろまずいっていうか。ヨシア君？私とエステルちゃんがライバル同士になったら何かまずいことでもあるの？うん、年も近いし武術の腕も互角、お互い切磋琢磨できるといいなって思ったんだけど、迷惑だったかな。相変わらずずれてるというか、そんなオチとは思わなかったわ。うん？うん。でもそういうことなら不詳エステルブライト喜んでアネラスさんをライバル認定させてもらうわ。やった。とりあえずどっちが先に先輩たちのレベルに追いつけるか競争だね。望むところよ。負けないんだから。やれやれ、こりゃ私たちもうかうかしてられないわね。
まったくだ。向こう水なガキほど恐ろしいものはねえからな。ロレット方面行き、ご利用の方。あら、もう時間か。それじゃあね、二人とも。お互い何か動きがあったら、ギルドの支部を通じて連絡し合うようにしましょう。ああ。またね、シェラネ、アデラスさん。うん、エステルちゃんたちも元気で。乗船手続きをしてルーワー行きの船を待とっか。そうだな。反対回りの定期船もすぐに到着するだろう。ただお前は1ヶ月ぶりだし、買い物でもしたいんじゃないか。確かに百貨店とか覗きたいけど、アガットはどうしたいの？俺はどちらでも構わねえ。身支度だのなんだのは女の方が必要だろうからな。お前が好きなように決めろや。そっか。そうね。買い物はルーワンでもできるし、とっとと乗船手続きしちゃいましょう。そうか、わかった。乗船券は飛行船公社の待合所の中で売ってるぞ。うん、了解。